さあ、続いてのシールはこちら。おお、かっこいい。何これ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ケイと申します。本日開封していくドラゴンボールの商品は、ドラゴンボール超戦士ハンセ神の領域。はい、ということでね、こちら10月7日かな、発売になりました。またね、新しい超戦士ウィハース Z の新シリーズ、こちらをですね、ワンボックス買ってまいりました。まあね、1個ね、90円ということでね、こちら20個入りになっております。で、今回はね、パッケージに書いてある通り、ライジングゴッドレアっていうのがね、あるみたいですね。この、ベジットブルーとゴジタブルーのやつか。はい、ラインナップはね、こんな感じで、あ、ブラックレアも今回ありますね。で、ゴッドレアと、あ、スーパーゴッドレアも普通にあるんだ。と、あとはライジングゴッドレアっていう感じですね。はい、というわけでね、早速開封していきたいと思いますが、今回はちょっとね、このね、ボックスの中にどこに当たりがあるかっていうのを、ちょっとね、しっかりと確認して、このウェハースにね、配列表みたいな、概念があるかどうかっていうのを皆さんと一緒に検証していきたいと思います。では早速、1パック目ですね。まず、右側の一番前から開けていきます。はい、最初のシールはこちら。おー、ランチさん、いいね。メカデフォルメシールその1。あ、これもなんか新しいシリーズなのかな。では続いて右側の、2番目ですね。あ、このパッケージの悟空も欲しいですね。続いてのシールはこちら。お、来たフラグ回収していきました。孫悟空のね、これは GT の時かな。バイバイドラゴンワールド。あ、これ、ゴッドレアなんだ。へえ。はい、今回ちょっとね、欲しいと言ってたやつがいきなり当たるフラグ来ました。続いて左の、右の3番目です。あ、右の、2番目にまずゴッドレアが入ってましたね。さあ、続いてのシールはこちら。おー、ブロリー。これはブラックレアかな。はい、ブラックレアですね。パワーが9600。結構強かったと思う、この9600っていう数値。さあ、右の、4番目ですね。あ、この龍拳の悟空も欲しいですね。フラグ回収いくぜ。はい、こちらは海王様とバーブルスグレゴリー。はい、パワーはね、ハテナハテナになっております。右の5パック目です。右側にはさすがにもうゴッドレアとかスーパーゴッドレアは入ってなさそうな気がしますね。さあ、続いてのシールはこちら。おー、海王剣悟空。海王剣悟空、やっぱかっこいいよね。はい、パワーは3400と弱めですが、かっこいいので OK。 では右の、6パック目です。さあ、続いてのシールはこちら。おー、ゴールデンフリーザー。これもブラックレアかな。はい、そうですね、ゴールデンフリーザーもブラックレアでパワーが、8100。右の7パック目でございます。さあ、続いてのシールはこちらこちらこちら。おー、来た。おほほほほほ。やったぜ皆さん。右の7パック目、ゴジータのライジングゴッドレアだっけな。クソかっけー。はい、ライジングゴッドレアですね。表をしばらく当ててから暗闇入れてみよう。へえ、これ暗闇の中で光るんだ。わからない。はい、ということでね、暗闇で光るライジングゴッドレアゴジータブルー当てちゃいました。はい、ではね、右の8パック目です。さすがにもうベジットブルーのライジングゴッドレアは入ってないよね。お、これは扉絵のやつですね。扉絵、表紙かな。はい、悟空とベジータじゃねえや悟空とごはんちゃん。あ、メカデフォルメシリーズその3ですね。さっきのランチさんと同じ、扱いになっております。はい、右の9パック目です。さあ、続いてのシールはこちら。お、ベジータの大猿バージョンですね。そっか、海洋圏の悟空がいたからこちらもいるっていう。あ、海洋圏の悟空いるじゃん、ここにはい、パワーは3600で海洋圏の悟空よりもちょっと強め。では右の、ラストですね。ライジングゴッドレアとスーパーゴッドレアがあるってことはコンプは結構ね難しいと思う。はい、トランクスですね。これはタピオンの剣を受け取ってるところかな。はい、そうですね。パワーは2800。では続いて、左の1番目ですね。さあ一番前のシールはこちら。おー、ビルス様の、ブラックレアですね。ブラックレアシリーズって、ね、2個前か3個前ぐらいから実装されてますけど結構かっこいいよね。右2番目でございます。さあ続いてのシールはこちら。おー、いいね。これもメカシリーズっぽいイラスト、悟空と父さんですね。はい、メカデフォルメシリーズその2、今回のこのシリーズいいね。昔のね絵が、復刻されてるというかデフォルメされてるのは結構イラスト的に好きです。左3パック目です。さあ続いてのシールはこちら。おお、かっこいい。何これ。17号さんのブラックレアだね。ブラックレアの中で一番かっこいい気がするこれ。はい、パワーは7000です。右の4パック目か分かんなくなっちゃった。さあ続いてのシールはこちら。お、タピオン来た。いいね。タピオン個人的に好きなんですよね。まず勇者っていうところが中二心をくすぐるし、声が好きなんですよこの声優さんの。あ、これが左の5パック目かな。さあそろそろなんか来そうな気がするがいかがでしょうか。お、これはピッコロさんと修行してる時のごはんちゃんですね。はい、パワー2000。あれか、恐竜みたいなやつのね尻尾を切って食べてる時だね。さあ左の6パック目です。さあ6パック目のシールはこちら。おお、揃った。いいね。これもゴッドレアかな。孫悟空と仲間たち。はい、ゴッドレアですね。ワンボックス買うとこれ2枚確定なのかな。これが揃うの個人的にめっちゃ嬉しいです。はい、左の7パック目です。さすがにもうねライジングゴッドレアとゴッドレアも出ちゃったからスーパーゴッドレアもさすがに入ってないと思います。はい、グレートサイヤマン2号、またの名をビーデルさん。はい、パワーは1000ですね。左の8パック目。さあ続いてのシールはこちら。おー、海洋圏ブルーじゃないこれの、ブラックレアですね。かっけえこれも。はい、スーパーサイヤ人5とスーパーサイヤ人かっこ海洋圏。パワーは8800。はい、左の9パック目です。さあ続いてのシールはこちら。あ、かぶった。さあラスト開封していきましょう。あ、そういえばこの海洋圏じゃねえ、龍拳の悟空欲しかったけど、これもゴッドレアなのかな。さあ最後のシールはこちら。お、え、ゴッドレアもう1枚入ってたんだけどお、まさかの孫悟空と仲間たち、まあ、かぶりだけどゴッドレア3枚入ってるってすごくない？はい、というわけでね、本日は、ドラゴンボール挑戦シールハーツ Z の神の領域ワンボックス開封してまいりました。なんとね、ゴッドレアが3枚入っててライジングゴッドレアもゲットできたっていうね、なかなかの紙箱だったんじゃないでしょうか。ゴッドレア3枚はデフォルメなのかな。はい、皆さんもねちょっとね今回の開封を参考にしていただいて、どこに、レアなねシールが入ってるか確かめてみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。